2023年に行われた第5回ワールドベースボールクラシック、日本代表は日本時間の21日マイアミのローンデポボールパークで行われたメキシコとの準決勝で逆転サヨナラ勝ちを収めました。先発の佐々木朗希投手が3点を失うという苦しい立ち上がりとなりましたが、吉田正尚選手が同点のスリーランホームランを放って試合を振り出しに戻します。その後再びリードを許しましたが、9回裏、この大会長らく不調だった村上宗隆選手が逆転サヨナラ2点タイムリーを放ち、日本は決勝へと駒を進めたのです。この試合では8回に2点リードを奪われた後、その裏に挙げた犠牲フライによる1点も非常に大きな意味を持ちました。その犠牲フライを打ったのが西武ライオンズの山川穂高選手です。パリーグのホームラン王と打点王の2冠に輝きましたが、日本代表では主に控えに回っていました。そんな中で試合後、僕は出ない方がいいんですと発言。一見すると自分を卑下しすぎているように思える発言の真意に迫ります。代打の美学、一度は吉田選手のホームランで同点に追いついたものの、終盤に2点差に広げられて追い詰められた8回裏の日本代表、ワンアウト2、3塁から代打に送られた山川選手はレフトにいい当たりを放ち、これが犠牲フライになりました。試合後、山川選手は、ああいう場面で回ってくるのが代打、経験もないのでまあまあきついんですけどねと表情を緩めました。そしてさらに飛び出た僕は出ない方がいいという発言、その本心はこうでした。代打の出番は勝っている時じゃなくて負けている時、決勝も勝つだけなので、できれば僕が出ない展開の方がいい。僕が出るということは負けているということですから。スタメンでも代打でも打席に向かう心構えは同じで、この日の犠牲フライについても、ホームランを打つという最高の結果を目指して犠牲フライになった、タイミングさえ合えば絶対に打てると思っているのでと頼もしい言葉を語りました。そして迎えた決勝、日本はアメリカに3対2で勝利し、14年ぶりに世界一の座を奪還。試合はアメリカに先制されるも、前日に劇的なサヨナラ打を放った村上選手が同点ホームランを放ち、さらにラーズ・ヌートバー選手が満塁の場面でファーストゴロを放ち、その間にサードランナーが帰って逆転。さらに4回にはジャイアンツの岡本和真選手がホームランを放ち、少ない点差をダルビッシュ有投手や大谷翔平選手ら7人の投手リレーで守り抜き、野球の母国アメリカに勝利したのです。そして山川選手が語っていた通り、日本はリードを守り切ったことで彼の出場はなかったという結果に。つまり山川選手が代打で出る必要のない、日本にとっていい流れのまま世界の頂点に立ったということになったのでした。最終的にこの大会、山川選手はチェコ戦のみスタメン出場、大会通算成績は5打数1安打2打点。ホームランを打てなかったことでおなじみのドスコイポーズは披露できませんでしたが、準決勝のメキシコ戦含めて2本の犠牲フライを放ちました。強化試合の時はなかなか状態が上がらず不安視されていたものの、侍ジャパンの一員として世界一にしっかり貢献できたと言っていいでしょう。強盗疑惑、山川選手が3月24日にツイッターを更新し、日本代表チームの優勝を祝福しつつ心の叫びをツイートしました。3大会ぶり3回目の優勝から2日が経ったこの日、山川選手は優勝おめでとうという言葉とともに WBC の表彰式での一コマを記録した写真を投稿。さらにそのツイートの中で山川選手は、俺は強盗もしてないし生ガキも食べてねとコメントしました。実は WBC の真っ只中、一部週刊誌では試合直前に生ガキランチをしていたと報じられた山川選手。生ガキといえば食べた後に当たってお腹を壊す可能性が非常に高い食材として有名です。大事な国際試合の前に生ガキを食べて当たってしまえばチームに多大な迷惑をかけることになります。そのためこの報道が出た時に山川選手には批判の声が多く上がりました。ただ本人によると生ガキは食べていなかったとのこと。私たちもカキを食べるタイミングには気をつけていきたいものですね。また強盗もしてないとは、休養日にチームメートと宝石店を訪れた際の防犯カメラの映像が SNS 上で拡散され、その様子が強盗みたいだと話題になったことについての発言でしょう。ネット上では山川選手の心の叫びに安堵の声が多く寄せられたほか、
報道を鵜呑みにしてしまったことを謝罪する声もありました。長らく西武打線を牽引し、球界を代表するスラッガーとなった山川穂高ほどの選手が、試合直前に生ガキを食べるなどというプロ意識の低い行動や、強盗などという人として最低の過ちなどするはずもなかったようです。大変なプレッシャーのかかる中で優勝できたことも含めて、何はともあれほっと一安心ですね。2023年3月25日、山川穂高選手は西武の本拠地であるベルーナドームで行われた横浜 DeNA ベイスターズとのオープン戦に、4番指名打者でフル出場。6回の第3打席には、レフトスタンド中段へソロホームランを放ちました。22日に WBC で優勝を決め、23日にマイアミから帰国したばかりの日本代表メンバー。そこからわずか2日後に早速オープン戦に出場したのは、この山川選手と巨人の大城卓三選手の2人だけでした。激戦の疲労が癒えたわけではないはずの中、山川選手が急ピッチで合流したのには理由があったのです。首脳陣は当初、山川選手を2日間は完全休養させて最後のオープン戦となる26日の DeNA 戦に出場してもらい、状態向上を任せるつもりでした。ところが、山川選手は帰国した翌日の24日の早朝に突如思い立ち、試合前のフリーバッティングへ志願の飛び入り参加。25日にはフル出場をも志願したのでした。WBC では代打が多かったので、早くこのチームの流れに乗っかりたかった。西武での僕の流れというものがある。ロッカーでいかに過ごし、試合開始の何時間前にグランドに降りるのか、といった感覚を取り戻したかった。打席でもルーティンを一つ一つ確認しました。打てるに越したことはありませんが、今日はそういうことの方が大切でした。山川選手はこのように語ります。チームにとっても、不動の4番がスタメンに戻ってくれるのは1日でも早い方が望ましいところ。そして西武はこの日、マーク・ペイトン選手とデビッド・マキノン選手の両新外国人を1、2番に置く重量打線を試しました。松井稼頭央監督は、山川が4番に座ってくれたから、それを踏まえて考えることができた。と意図を説明しました。やる気に満ち溢れる山川選手の2023年シーズンの活躍に期待したいですね。